どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ですね、リアルイベントの告知内容を発表していきます。まずはですね、皆さんにこちらの予告ムービーをご覧いただきます。はい、こちらがですね、まあ予告ムービーとなっているんですが、ちょっとですね、まあ内容に変更がありましたので、そちらすべてこの内容に内容をですね、まあ見てから、まあ参加される方はぜひとも参加してください、ね、まずこのこちら、が動画にもあった通り、キヨキヨ、ハルババ、そしてヒデヤス、ランブの4人がですね、渋谷を徘徊します、そしてハチ公前でのリア突という表記になっていますが、そちらはですね違いまして、渋谷を徘徊いたします。徘徊する範囲はこちら。ちょっとですね、まあ範囲広すぎだろと、このね、私のアイコンの範囲なんですけれども、広すぎだろと、こんなんじゃどこにいるかわかんねえよという方のためにですね、そちら13時から16時まで、イベントを行うんですけれども、徘徊する時間が13時から16時までなんですけれども、その間ツイートキャスティングにですね、にて、生放送しますので、今ここら辺にいるよっていうのは常時わかる状態です。なので鬼ごっこではないですね、まあ、徘徊しているので見つけてくださいという形でございます。ツイキャスのアカウントに関してはキヨキヨの、キヨキヨアンダーバー COC の方から、のアカウントからですね追加する予定なので、そちらもですね、参加できない方もそのですね追加数を見て、まあこんな様子なんだなという風に楽しんでいただければなと思います。そしてまあ探しに来てくださいってことですね。要は徘徊しているので、そして私たちはですね、まあ交通の妨げにならないように、やっぱりですね、私たちのだけの街ではないので、日本来の目的道路ということで、道路であったり、まあわかんないですけどね、まあ店とかには入らないですけれども、まあ、交通の妨げにならないように常に移動し続けます。ですのでですね、まあ、とりあえず、まあ、私たちの、指示に従うようにしてください、当日。はい、そしてですね、当日、まあ、イベント、まあ、そうですね。はい、そして、まあ、声をかけてくださった方には、まあ、その写真撮影とか握手など、まあ、適当にもろもろ交流できたらいいなと思っております。そしてですね、まあ、そのイベントに参加するにあたり注意点なんですけれども、まあ本当そうですね、先ほども申し上げました通り、道路交通の邪魔にならないように十分配慮いたしますので、まあ、当事たちは私たちのこう、まあ、誘導にね、ちょっと指示というか、まあ、誘導ですよね、誘導にちゃんとこう従うようにしてください、4人のですね。はい、そしてまた写真撮影や握手など交流を終えた方は円滑にですね、まあ、たくさんの方と交流したいので、順番をですね、こうまあどうぞみたいな譲り合いの精神ですかっていう形を、まあ、重要ですね。はい、重要です。ですね、まあ、そうですね。そして、まあ、先ほど、ヒデヤスさんの方のツイッターで、どれぐらいの方が、これはいらっしゃいますかというアンケートを取った結果、約推定200から300の方が来てくださるかなと思うんですよね。まあ、4人ぐらいしか集まらなくても、それはそれでネタになって、まあ、楽しい思い出になるかなと思いますので、結構いたしました。まあ、別にもう4人しか集まらなくても、まあ、4人来てくれるだけで嬉しいんですけれども、まあ、4人、5人、4、5人でも、もう500人、1000人、まあ、そんなないですけどね。まあ、100人、最高でも100、200ぐらいじゃないですかね、来ても。まあ、4人ぐらいしか来なくてもですね、楽しめればいいかなと思います。そして、まあ、皆さん、そうですね、まあ、その譲り合いの精神ということで、よろしくお願いいたします。そしてですね、様々な要因。まあ、ここでは、まあ、様々な要因といたしますよ。まあ、まあ、そこら辺はいろいろとさせてください。まあ、様々な要因により、やむを得ずツイートキャスティングであったりとか、イベントを中止することがあります。なので、まあ、そちらはですね、私のキヨキヨアンダーバー、COC の方のツイッターにて、常時告知や報告してきますので、もう本当にその、様々な要因があった時に、ちょっとですね、こう中止、だったりとか、ツイキャスの配信を止めてしまうであったり、可能性がありますので、そちらは本当に、もうご了承いただければなと思っております。そして、イベントにですね、実際に参加される際には、お知らせ欄というのを設けます。お知らせ欄は、こちらの動画概要欄のリンク、動画概要欄にリンクありますよね。動画概要欄の説明欄。さあ、リンクじゃない、リンクロール。動画概要欄の説明欄にですね、お知らせ欄というのを、設けます。そこにですね、ちょっと緊急連絡であったりとか、あとはこの動画の内容のイベントの修正点などを、
概要欄に載せます。なのでそちらの参加される際には絶対に、参加される当日にはですねこのお知らせ欄を一通り目を通しておくようにしてください。今現在はないと思うんですが、まあね1日2日経って問題点が発生したりだとかそういう時にはそちらを絶対に確認してから参加するようにしてください。ということで、まあ、今回はこんな感じでやりますのでぜひとも皆さん参加してくだされば嬉しいです。4人のツイッターアカウントのリンクそしてツイキャスの生放送リンクはですね、URL を概要欄の方に貼っておくのでそちらの方もご確認ください。ということで当日11月8日日曜日13時から16時の3時間、3時半4時間ということで、当日お会いできればいいかなと思います。トークゲームショーだーはい、よろしくお願いいたします。ということでご視聴ありがとうございました。じゃんじゃんチャンネル登録してね。チャンネル登録をしていただけると私のモチベーションがぐーっと上がりますのでぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。